れば古代城兵器山と戦神はこの地に封印されているはずだ。草の根分けても探し出すのだ。そうはいかん。ヤマト戦神は我らジャリー族最高のためにこそ必要なのだ。そういうセリフはまず俺を倒してからにしてもらおうか。面白い。貴様ダークシャドウの闇の虎とか言ったな。行くぞ。それよりはここは一つ手を結び、いつも邪魔をする冒険者を倒すというのはどうだ。よかろう。貴様の腕のほどは分かった。共に手を組めばそれだけ早くヤマト戦神が手に入る。そういうことだな。その通り。ようがすればこいつも倒すだけだ。よし、それでは手始めに、まずはこの場に冒険者どもをおびき寄せるために、ここに集まった人間ども少々痛めつけてやるのだ。者ども、行け。そこまでだ、ネガティブ。レディ冒険者スタートアップ。ネガティブさんたちが勢ぞろいだね。チーフ、ブラックとイエローに連絡が取れません。仕方ない、3人で食い止めるんだ。アタック、かかれ。落ちた。待て、待ちなさい。さあ、僕が相手になります。来ますよ。ほら、こちら。待て、逃がしません。さあ、かかってらっしゃい。どうしたの？もう終わりですか？やりました。少しはできるようだな。だが貴様の相手はこいつらで十分だ。いでよ者ども。まずはこの冒険列島を地獄に叩き落とせ。やれ。よし、行くぞ。サメイブレード、大したことないな。一気になるな。これを見ろ。うわ大丈夫か、二人とも。すいません、チーフ。何？封印の謎が解けただと？冒険者ども、貴様たちの相手を改めてしてやる、さらばだ。待て。
やれやれ、邪竜にダークシャドウにゴードムが手を組んだってこと。厄介だね。チーフ、彼らの言っていた封印とはもしかして。おそらくヤマト戦神と見て間違いないだろう。ハザードレベル220、古代科学が生み出した破壊兵器、本部からも最優先で回収するよう指令が下っている。青き竜が交わる地の剣たけ、されば荒ぶる戦神、その力解き放た。されど赤き涙の雫によりて戦神、とはに平和の守り神とならこの一体に重大な謎が隠されているはずなんだよね。そりゃ今サーデス本部でも解析中だ。俺たちは奴らが踏みを解くのを何としても阻止するんだ。こんな大事な時にブラックとイエローは何をしてるんでしょう。彼らにも自分たちの考えがあるんだろう。それもまた面白いじゃないか。新しいミッションスタートだ。了解しました。古の破壊兵器ヤマト戦神封印の謎は解けた。あとは超古代の破壊兵器を復活させ、この地上の文明を破壊し尽くし、憎き冒険者どもを始末する。だが喜んでばかりもいられんな。そう、それは戦闘へカオス。お前たちの先ほどの戦いぶりだ。なんだ先ほどの不甲斐ない戦いぶりは。たかだか3人の冒険者に異様にあしらわれおって。バカ者が。すいません。まあよいだろう。大神官ガジャが我らダークシャドウに貸し与えた戦闘兵など所詮その程度のものよ。お前たちに今更文句を言ったところで始まるまい。それよりも気に入らないのはだ、戦闘兵ども。お前たちは聞いていたか。先ほど我らが戦っているというのに、ここに集まった人間どもが口々に何を叫んでいたか。そう、私はちゃんと聞こえていたぞ。誰だ冒険レッド頑張れ、ピンク負けるなと大きな声。はい、はいじゃないだろう。よし、お前たちな、それだけ冒険者のことを応援できる勇気がある、元気があるなら我々にその元気を聞かせてもらおう。よいか、私がオースと言ったらお前たちも大きな声でオースというのだ。いいな、やらないやつはこの戦闘兵カースに襲わせるからな。へい、よし、それでは会場の諸君オース。声が小さい、もう一度オース。もう一度オース。これだけ言ってその程度の元気か。よし、それではだ、よく聞け。今度はこの会場に集まった男の子、男の子だけで行くからな。女の子はちょっと黙ってやれよ。会場に集まった男の子ーす。もう一丁ーす。なかなか元気がいいな。よし、それでは今度はこの逆だ。今度は男の子は黙っている。女の子、会場に集まった女の子だけで行くからな。会場に集まった女の子ーす。もう一丁ーす。元気がないからもう一丁ーす。若干男の子の方が元気があるようだな。よし、それ。